後には引けねえ。いつなり覚悟が死んだ途端にこの座かい。予想はしていた。我が娘、三成は終わりだ。早く三成殿を見つけなくては。全ての屋敷を潰そう。行くぞ。 狩りを返しに来た。狩り？病の如きに恩を貸した覚えなどないが。どうせ貴様の首、わし以外の者には渡せぬな。天下のため三成を呪う。邪魔するなら葬るまで。友を救うまで葬られるわけにはいかんな。
けには参らぬ。敵将軍、ストップ！知らぬバカどもが開門。ここにもいない。他を探そう。行くぞ。豊臣の世の者様、この一件で天下に知れた。しかしこのわしに保護を求めると、行くぞ。マサノリたちのバカさ加減が付き合いきれない。ここで家康を撃てば豊臣を救えるな。進め。気に入らないで。どうしようもねえガキどもだ。孫一、上田で暴れた頃から皆変わらんな。させぬぞ。時代は変わったけど、次に会う時は敵味方かもな。三成と家康の対立は危険だ。豊臣の家の害を除く。まずこの機会に。この屋敷にはいないのか。敵もやけに張り切ってんだ。これは家康だ。わざわざのご出馬とは。わしは秀吉殿に豊臣家の工事を託された身。
まして三成殿に助けを求められるは無理。三成殿、家康殿に助けを。大胆不敵な。いい加減にしろ。豊臣を自滅に追い込むか。豊臣は俺の家だ。貴様に何がわかる。壊させん。三成を葬り、来るべき家康と三成の戦を未然に防ぐ。開門、石田三成を発見したぞ。かかれ。バカ、見つけちまったら仕方ねえ。覚悟しやがれ。進め。条件変更。待て、マサノリ、俺も行く。進め。キヨマサ、すまねえ。まあ、あることにしちまってよ。大変いるぞ。徳川が騒ぐ。俺に譲れ。お前は豊臣家に必要だ。この騒動で天下の情勢が変わるかもしれん。この先何が起きようと私の信念は変わりません。お前らしい。これは攻撃の意志引くものか。危害があれば恐れるものなどない。
の取りなしで収まるだろう。そうなれば家康になびく者が多数出てくるな。構わん、今は家康に慢心させておけばいい。家康の野心が明らかになればむしろ好都合だ。愛する民のため勝ち続けるぞ。